黄金の三角地帯の一世界の麻薬密造地帯。三角、本港、三日月、黄金の三日月地帯。黄金の三角地帯とは、東南アジアのタイ、ミャンマー、ラオスの三国がメコン川で接する三角地帯で、ミャンマー東部シャン州に属する、世界最大の麻薬密造地帯であった。別名ゴールデントライアングルと呼ばれ、アフガニスタンパキスタンイラン国境付近の、 黄金の三日月地帯と並ぶ密造地帯である。現在では、経済成長や取締り強化により、タイやラオスでの生産は、減少傾向にあるが、逆に、ミャンマーのシャン州では、いくつかの軍閥が、麻薬生産のみならず覚醒剤の製造も行い、さらには合法ビジネスを行うなど、二極化の傾向にある。19世紀から、麻薬原料の消し栽培が始まった。 第二次世界大戦後には中華人民共和国の成立により国を追われた中華民国の断基分将軍率いる国民党93次第がビルマ政府の支配が希薄なシャ山州和族地域に入り込み独立志向の強い少数民族を率いて反独立国を形成し活動資金源にしたその後ミャンマーでは中国国民党残党に変わりビルマ共産党が麻薬を 資金源として当時のビルマ政府に武装闘争を展開。中国国民党残党から独立した軍差率いるモンタイ軍も独自に麻薬ビジネスを行うなど、ミャンマーの政常不安につけ込む形で麻薬が産業化していった。1996年にシャン族の独立支援を名目に、モンタイ軍の司令に長年君臨した麻薬王の軍差が、 ミャンマー軍事政権に本拠を明け渡した。しかし、この投稿は軍事面に限られ、軍差は身柄が拘束されることなく、ミャンマー国内でビジネスに従事した。また、和州連合軍や山州軍は麻薬生産を続行するなど、その後も麻薬の密造や密売が横行し続けており、覚醒剤の製造も増えつつある。大政府は2004年、 この地帯での年間の麻薬原料生産量が推定で2500から3000トンに上ると発表した。いずれの組織もミャンマー政府と和平を結んだものの、武装解除はほとんど行われておらず、ミャンマー政府に反抗的態度を取らなくなっただけであった。一方、こうした資金を得て、ミャンマー国内や隣国体でホテル経営など合法的なビジネスに着手する組織も多い。ミャンマー政府は、 麻薬取り締まりに注力しているものの、麻薬産業が同国の政治数制に起因していることや、同政府軍に寄港できる軍事力を備えていることから、強行策よりも、怪獣策を取らざるを得ない現状がある。2002年、消し栽培禁止令が出て、砂糖キビ畑などへの転換が大きく進んだ。しかし、国連薬物犯罪事務所の調査によれば、 その後代替作物の価格下落とアヘンの価格上昇が重なり、2007年頃から麻薬製造が再び活発化しているという。太陽国では麻薬の取り締まりが厳しく、ミャンマーラオス両国に対して消し畑の撲滅を求めているが、両国では貧しい農家にとっての大きな収入源となっていることから依然として違法な消し栽培が後を絶たない。その一方、 各国政府及び国連機関は消しに代わる換金作物として、茶やコーヒーの栽培を奨励し、高価な品種のウーロン茶の栽培で成功している地域がある。特に、元中国国民党系の在住中国人が栽培するジャスミン茶は、中国大陸反抗を断念した中華民国政府が、在台国民党軍残党に、手切れ金、保証を落として譲渡したもので、 最高級の中国茶と言われている。取締り強化や経済成長によって、大北部では麻薬生産はほぼ消滅したと言われる。最近では治安も良くなり、観光客も立ち入れるようになっている。国際協力機構は2014年から、山州の北部において、決死栽培から転向した農家に対し農業技術の支援を行う山州北部地域における、 麻薬撲滅に向けた農村開発プロジェクトを立ち上げている。ありがとうございます。